はい、やっほー、皆さんおはようございます。吉良茶です。吉良茶です。はい、ここですね、無農薬の田んぼですね。しばらくちょっと報告が、空いてしまいますけども、まあ結論バッチリね、ほぼ、まあバッチリって言っても70点ぐらいかな、草は抑えてる形になります。だいたい圃場のこの5分の1ぐらいは、そんなことないか、まあ、あ、ご、まあいいや、ごめん。まあ、意外とこっち広いからね。まあ、仮に8分の1にしましょう。8分の1ぐらいは、全く稲も枯れました。こっちもそうですね。8分の1ぐらいは、稲も枯れました。はい。で、草がですね、前から気になってたところですね。冷えが出たところが、だいたいこの辺りですね。まあ、この辺です。この辺と、この辺と、この辺ですね。あっちもそうか。まあ、これもまあ、8分の1ぐらい、今日かなぐらいが草に、ちょっと負けちゃってるというか、負けちゃってる感じですね。まあ、この辺はもう稲刈り多分できないでしょ、全然。で、あとは、ちょっと、ぬかが多すぎて、弱いエリアですね。この辺が。こう、この辺全体的に、弱い。弱すぎる。こっちまでずっとね。これが8分の2ぐらいかな。はい。あとはすごくよくできている部分ですね。草が、まあ、目視ではほぼ見られないエリア。分欠も進んでいて、養殖はかなり薄いですが、1個だけホタルイありますね、そこにね。ホタルイじゃないか。なんだ。名前出てこない。なんだっけ、名前。まあいいや。あ、小薙か、小薙。小薙です。まあ、何箇所かは小薙がありますね。はい。小薙は、栄養を奪うだけで、稲刈りにはあんまり邪魔にならないんで、まあ、比較的、収穫はしにくくならない雑草ですね。あそこもなんかね、雑草がなんか、出水してますけど。まあ、おおむね、で、ここなんかはちょっとね、稲が弱いエリアですね。まあ、あの辺もよく見ると、やっぱ雑草あんのかな？あの辺とか、冷えがちょっと動いてたりするのかな？あれね。まあ、ですけど、だいたい、全体的に見ると、まあ、なんとか、農薬できてるかなと、思います。で、こっからですね、ここまで、基本的には入水もなしでですね、天水だけで、きっちり落とし口を閉めて、管理をしてきた形になります。まあ、かなり深水ですね。米ぬかで最初抑えたですね、米ぬか の酸欠状態で最初抑えた草を、決して動かないようにもうずっと深水を保ってですね、でかつ水を動かさずにですね、酸素の量を減らさ増やさずにここまで追い込んできた形になります。まあまあまあ、やっぱり回ってみるので草もまあまあありますけどね。はい。で、この辺に来たところでですね、あ、カモもいる。うん、勝手に合鴨農法になってるかな。あ、結構いるね、カモ。合鴨農法なんてする気はないんですけど、合鴨いますね、自然と。多少食ってくれてるんじゃないかな、草、多少ね。はい、なんですけども、水がね、まあちょっと深すぎて今度は稲が生育がちょっとガス害というかね、まあでも大丈夫かな、これこのまま行っても多分すごいガス出ますこれ。ブク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 、すごいガスですね。まあこれのおかげで草も動いてないんですけど、まあこんなに稲が優勢しきったところでですね、一回空気を入れてあげようかどうかね、そこが迷うところですね。今7月の1日ですね。本来は中干しなきゃいけない時期を超えてるんですけども、まあこれ中干しはしないのが多分正解かなと基本的には思います。はい、そうしましょう。中干しは基本しません。ただちょっともうちょっとその、土壌のこの腐った状態というかね、
還元状態というかね、酸欠状態というか、根が腐っていくとちょっと避けたいので、気持ち入水だけしましょうかね。かけ流し、わずかな水でかけ流し管理に変えていこうかなと思います。まあ、せっかくなんでちょっと比較してみようかな。ちょっとまあここはこのぐらい草が動いてるよっていうのはまあ覚えておいていただいて、であとこっちはね、水路がね、どうもね、ここにあるんでね、大きい水路からのね、漏れ水が入ってきてるっていうのもあるんですけど、だからこっちも比較的草はかっちり押さえてるけど稲が弱い、こっちは草も動いてるけど、稲が強いっていう感じですね。まあ比較としてはまあどうしようかな。うん、こっちにしましょう。こっちをほんの少しだけ空気じゃないや、水を入れてあげましょう。まあ、多分中干しはやんない方がいいと思います。最後の方にやるかやらないか決めますけど、まあ、ひとまずはやんない方が多分いいと思います。稲が取れなくてもいいから、取れなくてもというかね、少々、軟弱なまま行ってもいいんで、中干しはせずに基本的にはやっていった方がいいかなと思ってます。なんでまあ稲刈りの時はちょっと早めに水を落として、コンバインがはまんないようにしますけど、この浮き草がね、もっとね、この後占有してくれるとね、一気に草のリスクが下がるんですけどね、この浮き草。まあどうせ雨水も入りますけど、ちょっとまあ控えめに今絞ってますが、どうせあんまりやるとね、ケツが決壊するんでね。これぐらいでいいかな。ちょっと多いかまだ。まあ、ちょろちょろぐらいですね。こっちが2日、こっちはというか、この辺の、パイプラインはですね、2日来て2日来ないっていう感じで、水が管理されてるんで、ここは明日はまた止まりますね。で、また明後日から、明後日から2日来てですね、2日来ないっていう感じで、管理されてますんで、まあ、丸1日ね、それでも回ってると結構水入りますからね。こんな天気ですし。まあ、こうごく少量を水を動かして、これ以上田んぼがこう腐っていくというかね、そういう状態を避けたいと思います。でこっちは引き続き水を止めて、このまま動かさずにやってみようかなと。まあ、今現状でもだいぶ草がね、動きが差が出てますけども、この後どういうふうに動くかですね。このかけ流し管理を、まあ、1週間から2週間続けて、また次の動画を撮っていこうかなと思います。あ、やっぱりこうね、田植えができてないところは草生えちゃってますね。まあやっぱりここであるね、コナギもやっぱ生えてるし、コナギとホタルイもいますね。まあまあそんなにめちゃめちゃ、そっか、結構あるな。まあまあまあ、やっぱり結局半分ぐらいしか稲刈りできないかもしれませんけどもまあよく見ればね、結構草ありますね。まあ、水はこのまましっかり張った状態で、稲が勝ってくれることを信じつつ、こんだけね、株来てたらね、そんなにガスで負けることないんで、このまま管理していこうと思います。はい、なんかもっとこれに関してね、詳しい方いたらぜひアドバイスください。無農薬というか、その水稲の生育全般について、もっとなんかこうした方がいいよとかいう意見ございましたら、ぜひ、ご意見をお持ちしています。こっちのね、南側が、まあ、中干しどころか乳排水もしないがっつり腐らせる田んぼで、こっちがですね、乳水だけちょろちょろして、ちょ少しだけ水を動かしてあげる田んぼですね。はい、若干草の動くリスクも上がりますけども、稲もガスから回避されて成長するかなという読みでやっております。まあ、ちょっと最初条件違うんですけども、そんな感じで2つ検証していきます。はい、無農薬ですね。マキタコシヒカリという品種をやっております。従業員が食べるためだけに作るお米になりますので、
販売予定は今のところございません。はい、それではまた撮っていきます。バイバイ、よしろちゃんでした。バイバーイ。あ、これいい時計です。いい時計、スマートウォッチ、バックル側のスマートウォッチ、ウェナ3ですね。もう発売終わりました。バイバイ。どうでもいいか。バイバイ。